以前、まあ、これ長尾川の続きなんですけども、以前は向こうのあの三田学園の近くのファミリーマートのところに設置ポイントのことを言ってたと思うんですけども、そこは訂正してあちらの橋のところですね、右手の方にあの河川があるので合流してくる、あちらで作った方がいいですね。その方が貯水量増えますから。ちょっと橋の名称だけでも記録しておきたいところですね。ちなみにメディアとは媒体といって、記録しておく、記録していたもののことです。で、まあ合流してるといってもほとんど水が流れてこない河川だから、ああいうふうに木が生えてます。そういったものも全て撤去。まあ要するに貯水する量を増やしたいがためみたいな考え方でいいと思います。で、もう一つ向こうにもね、この橋越えたところにもう一つ合流してくるところがあります。そこの河川です。そこもね、あのだいぶ平地というか長く続いてるんで、門を作るとしたらこの辺りなんでしょうけども、川幅が一番狭くなってるところに門設置したいですね。まあ水量がね、ここもあんまり変わってない、両サイドのあのずーっとこういう風に草とか木とか生えてるから水吸われっぱなしで、まあ5キロぐらいですね、この辺ぐらいまで来たら多分およそですけども。あーねー、だいぶ効率悪いんですよね。で、どこかから水漏れてる可能性は高いですね、地面の中に。あ、まあ作るとしたらこの辺りかな。まあちょうど神戸電鉄が通っていて、まあ今のところはこの辺り。